座温泉やっぱり発祥の地ということで、どの民宿でもその本漬けですよ、べっこいのちょっと酸味のある野沢菜漬け、どこの家庭でも、お客さんに出してたんですけど、それが美味しいということで、民宿のおばちゃんからもらって帰っていくという話を聞きまして、お土産でもしかして売れるんじゃないかということで、冬の合間ちょっと作ってくれというのが最初で、あの当時まだ冷蔵のね、施設がない時期にこんなの売れるわけないというふうに周りに言われながらも、置いてみたら、20袋30袋だととても売れたというのが最初なんですよね。うちの場合はやっぱ地元伝統野菜の認証と、私会長もやっておりますので、やはり土作りから種作りからいい種を使う、その地域で採れた種を使って生産する、そしていい原料を作る、そして塩梅のいい漬け方をするというのがやはり一番だと思います。基本的に漬け方は塩のみ、それで、実は温泉水を利用した漬物を作っています。民宿のおばちゃんが漬けた野皿が美味しいと、それにできるだけ近づけたいという思いから最初の基本になっておりまして、一般の家庭と大差ない漬け方をしているのが逆にこだわりになっているというのが、商品商売としてはこだわりになっていると。本漬けの場合は歯ごたえも味わっていただきたいので、大体そうだな 3、4 センチくらい、ちょっと微妙なんですけどその距離がちょうど口に入れた時のその長さ、コリコリと食べてもらいたいな